竜神、ね、の国からやってきた龍世のとはい続きを読んでいきますとある家具のレールガン第17巻の続きの回を読んでいきますはい次135話裏目ですはい 実はですね、これ、舐め腐ってたんですよ、こいつらね。こいつら。こいつら舐め腐っててね。舐め腐ってたんですよ、この女。はい。この女ですね。舐め腐っていたっていた、ってたてたてたたたはい。もう初めてきます。いかがします私と行動を共にしますか結構、大将の首を私が独占しましょう。止めなくていいんです言っても聞かないでしょう 長谷倉様はなぜあのようなお方を仲間に分かってるでしょあの方は。はぁー最近なんか足が痛むのよね。知らないうちにどっかぶつかったかしら。さっさっす。正気力と病気とかじゃないわよね。職法さん二年のリリーです。取り調べたいことがあります。 抵抗しなければ手荒な真似はしませんと、約束します。任意同行ううお願いできますか上から物を言われると逆らいたくなるのよね。<ん>では、義士、鶴が、私自身よりカバンの拘束を優先リボコンなしでは能力を絶対使えないと思い込んでるのかしらそんなこと一言も言ってないのに、情報力の欠力が、超報力の欠力が、 命取り、コントロールが不安定になるのは確かだけど、ズキザラツつでが一緒に晴れて、よくわからないけど、これなら、ず、ず、ずち、ああプラン B、ばあたか、やはりカバン狙ってるけど、この射程力なら私の返しが先よザ、ゃ、うん、ぎしゅ、ばバゅ、バサばさばさ、気がば加えるなと言ったでしょ何もしてますそんな、 それじゃあ、まるで、カバンを拾おうとして、見張りを誤り,り、蹴り飛ばした挙句、何もやいところで、ただ転がったでもいくらなんでもそんなバカげた。ジュンコさーんさ、えだそぐ、ぐ、だすふぅご無事ですか遅いぞ。消臭、消臭力の前に、助けなさいよかジュンコ 切り札は隠しておきたいから距離を取るよう言ったのは美坂さんじゃないですか能力がうまく発動しなかったんだから仕方ないじゃない最近妙に足が痛いのよねそれそれそれ骨端軟骨障害じゃないですかえ長谷倉生を返り位にすることが 最大派閥帰り先の一歩になるかもしれませんよ。だからそういうのは分かってますって。興味ないですよね。もはや、口癖にゃいや、本当の本当に興味ないんだけど、この能力のせいで、この能力は人付き合いが苦手な私と他人を繋げた、繋げてしまった。水鏡さーんこの子もお願いは、はい。 それはどんどん広がっていき、話したいこともないクラスメイト、よそのクラス、さらには別の学年までなんで来んだよ投から休み時間、放課後まで潰されて、ちょっと食べ過ぎちゃった、リンクゴーシャーポニー。なんか表な人と全然違うよね泣き去ってセンス微妙だよねご、ごめんね。 挙句く文句を言われる始末。このままで私の人生は他人に使い潰されて終わってしまうだから中古デビューの際に防衛ラインを引いた。時は大入学と同時に派閥を立ち上げ。私のために尽くしてくれた者の,のみに10日交換すると決めたのだ。はい、そのようですね。新入りが派閥立ち上げなんて。 生意気だと批判されたけど、どうでもいいこれでやっと平穏な学生、学園生活が送れる。そう思ってたのに、誤算は二つ。時は大生の美容意識は、想像以上、想像以上に高く、新鮮な派閥にも変かかわらず、加入希望者が、たったたたった 盗撮した。入れてください。えそして、いつの間にか、水上な木沢まで、どうしされてるかって、はっはーい。派閥態のカーカー。という、空気が醸成されてしまったこと。そのせいで、長谷倉派閥を抜いてしまい、一時的に言え、最大派閥になったのは、完全に想定外。視野派閥に抜かれたけど、何イェイ腕が鳴ります。ご心配なく、 私はただ静かに暮らしたいだけなのに。どうしてこんなことに。はい終わりました。次回はですね、第136話。難しい漢字なんでまた調べておきたいと思います。はい。ペコりんちゃ。それでは、終わるにゃバイバーイ